兄がテニスを始めたのをきっかけに私も10歳の時からテニスを始めました。はい、父も母もあのエースを狙え世代なので、エースを狙いが流行った時に2人ともテニスをしていたそうです。テニスだけではないと思うんですけど、自分ができるようになったりすること、自分の成長をすごく感じられるので好きです。あとはテニスは世界各国で大会があるので、世界各国のこう文化だったりを知れるので、それも好きなところの一つです。小さい頃からあのトレーニングをすごく大事だって言われて、あの指導されしてもらってきたので、トレーニングに関しては、人よりもこう多くやってる自信があります。お尻周りは結構パワーを生み出すのに大切なので、10代後半からずっとあの重点的にやっています。10代の時はまだあまり意識はしてなくて、結構雑なストレッチとかをしてたんですけど、やっぱり年齢を重ねるにあたってあの体のケアがいかに大事かっていうのを感じるようになってきたので、ストレッチは昔からやっていたんですけど、今はアイスバスだったりエキストラのケアをするように心がけてます。最近始めたのが、イメージングといって、毎日朝と夜に、自分がこうなりたい成功してるイメージをこう5分くらいイメージしてから寝るっていうのをやっていて、そうすると負けた後とかでもこうすごく落ち込んだりネガティブになったりっていうのが減りました。きついなって思った時とかも、そういう自分が成功してるイメージとかちょっとあのイメージするだけで、あ、頑張ろうって前向きになれるので、今はすごく助かってます。昔から足首の怪我が多くて、5年前に左足首の三角骨障害を患って、2年前に、試合中に捻挫をしてしたのが一番大きな怪我かなと思います。2年前に足首を捻挫した時はかなり自分も調子が良かった時だったので、なんでこの時期にとは思ったんですけど、オフシーズンが近かったこともあって、もう気持ちを切り替えて、その怪我した時にしかできないことを旅行に行ったりだとか家族との時間を楽しんだりということに時間を費やしました。5年前に三角骨障害になった時に初めてあのザムストのサポーターをつけたんですけど、自分の中でサポーターといえばザムストっていう感じがあったので、ザムストのサポーターを選びました。トレーナーさんに勧められて他社のサポーターも使用あの試したことがあったんですけど、いろいろ靴ひものように締めたりしなきゃいけなくて、それに比べてザムストのサポーターはあのマジックテープで簡単にあのつけられるのにもかかわらず、すごくフィット感だとかあの固定された感じがあったので、ザムストのサポーターを選びました。練習中に時々手首に違和感を感じるんですけど、テーピングだと固めすぎるし、巻き直したりするのに手間がかかるんですけど、フィルミスタだとあのまず環境に優しい、ゴミが出ないので、あのそれはすごく自分の中では大きなポイントですし、あとはあの手首の動きに沿って動いてくれるので、すごいあのガチガチに固めてるっていう感じがなくて、自分の手首の動きに合わせて動いてくれるところがすごくあの固定もされているんだけど動かしやすいっていうのですごく好きです。やはり2020年の東京オリンピックに出場して、メダルを取るのが今の一番の目標で、それに加えて私は国あの日本代表としてプレーすることにすごい特別な思いがあるので、国別対抗戦のフェドカップで優勝するのも一つ大きな目標に掲げています。でもし自分が現役の時にその目標が達成できなくても、あの監督だったり日本のテニス協会のコーチとして働いて、あの30年後にあのチームを優勝に導けたら、それもそれでそういう夢の叶え方もあるのかなと思ってます。やっぱり選手活動をしていく上で周りの方のサポートっていうのは必要不可欠だったので、特にジュニアの時からサポートをしていただいて、あの世界の大会に回らせてもらったことがすごく自分の中で大きな経験になったので、今後あの
自分が引退してからもこう次に出てくる世代の人たちのサポートをしたいなと思ってます。私兄弟3人いるんですけど、すごく今も仲が良くて、みんなで家でご飯食べたりするのが一つ楽しみなので、温かい家庭、田舎に住みたいですね。田舎に住んでなんか、のんびり過ごしたいなって思います。試合会場ではもちろん SNS を通じていつもたくさんの応援をいただいて、すごく力になっています。これからも上を目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。